皆さんこんにちは、小場翔です。今回はですね、学校も塾も信じられなくなる前にぜひ聞いてほしいお話というものをしてみたいと思います。まあ、受験シーズンが近づくとですね、結構いろんなところに不信感を抱くケースっていうのがあると思います。まあ、そうじゃなくても普段ね、学校に通っていたり、自分がね、塾に通っていたりすると、本当にね、この先生って自分のこと考えてくれてるのかなとか、この塾って本当にこう自分のために指導してくれてるのかなとか、そういうところが疑問に、ね、なってしまうケースっていうのはあると思います。で、もちろん学校にせよ塾にせよ、いろんなね、形態があり、いろんなスタイルがあると思いますし、皆さん一人一人もいろんなね、ニーズというか考え方というのがあると思います。普通に一般的な受験の方向性だとしても、例えば推薦で行きたい人もいれば一般受験する人もいますし、例えば一般受験するってなっても国公立志望なのか私立志望なのかでも違うし、当然ね、自分の得意科目苦手科目だったり、もしくは受験する科目ね、科目数、そういったものでも全然受験勉強っていうのは一人一人違ってきてしまうので、そもそもね、もう一概に例えばこういうサービスだったら誰でも納得できるとかね、こういう進路指導を受ければみんな幸せになれるってものははっきり言ってないんですよね。なので、もちろんね、別に学校が悪いとか塾が悪いとかっていうことをこの動画で言いたいわけではないんです。ただね、皆さんが塾とか学校に不信感を抱いたりとか、もしくは信じられなくなってしまう前にですね、こういうふうに考えておくことで、改めてね、その学校とか塾をうまく活用できるんじゃないかなって話をしたいと、そういうわけなんですね。で、まず最初に言っておきたいこととしては、塾も学校もやっぱ大人なんですよね、やっているのは。なので皆さんに対して、別に大人が汚いと言いたいわけじゃないですよ、わけじゃないけども、誰だってそのね、自分に得になるように動きたいっていうのが本音なんですよ。これはどんな塾でもどんな学校でもそうです、ね、例えば自分にとって不利になるのにわざわざ嘘をつく先生ね、嘘をつく塾講師っていうのはいません、だけど例えば自分にとって有利になるんであれば、自分にメリットがあるなら嘘をつく人っていうのはいますよね。別にこれはね、学校の先生とか塾の先生だけではなく、一般的に人間ってそうですよね。皆さんだって例えばね、お父さんやお母さんからお前勉強してんのかって言われたら、別にね、ぶっちゃけやる気なんてなかったけど今やろうと思ってたんだよみたいなことを嘘ついたことあると思うんですよね。もしくはね、宿題やったのかって言われて、まだ本当は半分ぐらいしか終わってないんだけど、一応やったよみたいな風に、売り言葉に買い言葉で嘘をついたりとかってことは人間誰でもあると思うんですよ。なのでね、大人だからね、自分なんか子供の頃って結構大人から優しくされるケースが多いので、で誰でもね、その自分のために無償でね、いいことをしてくれるとか思ってしまうかもしれないんですけど、実はそんなことなくてですね、大人だって大人の論理があってですね、それで皆さんに立ち向かってくるので、そこをまず注意してほしいっていうことをまず第一に念頭に置いてほしいんですよ。で、その点で言うとね、例えば学校の先生ってどうなの、どんなロジックで動いているのっていうと、学校の先生方というのは、例えば皆さんが合格したからといって直接的にメリットを受けられるわけではないんです。そうです、そうですよね。皆さんが東大に受かったら、やはり東大に一人受かったから10万円みたいなお金がもらえるわけではないんです。もちろんね、そのなんかこう一部の私立の学校とかだと評価とかがあって、少しね、その例えばね、毎年こう進学実績がいいとそういう先生の評価が高くなるとかってことあると思うんですけど、ただ基本的にその学校の先生とかってそんなにボーナスで大きく差がついたりとかね、そういう風になってなくて、基本的に何年目とかその職位とかプラスアルファでやってる肩書きとか、そういうところで基本的に給料って決まってくるし、特に公立高校だったら公務員なんでね、よりガチガチに決まっているので、ぶっちゃけ皆さん受からせたからといって即座にね、お金が手に入るとかメリットが起きるってことはないんですよ。そうなるとどういうことが起きるかっていうと、皆さんだったらどうですか？例えば東大にチャレンジしろって言ってね、言っても別に必ずしもそれが自分のプラスになるわけじゃないとしたら、人間ってどういう考え方になるかというと、リスクを回避したくなるんですよ。面談を担当している生徒から浪人生がたくさん出てしまったらどうしましょう、ね、その分受験が終わった後、もしかしたら面談のいっぱいやらなきゃいけないかもしれないですよね。とか保護者の方とかと相談をしてね、うちの子どうしたらいいんですかみたいなことを言われて、いやお母さんこうですよみたいな話をしなきゃいけないかもしれないですよね。というなった場合、普通にこっちも人間ですから、学校の先生もね、そうすると仕事は減らしたいんですよ。そうなると、どういう頭の使い方になるかというと、基本的にはちゃんと受かりそうな学校に、ね、出しなさいよってことになるわけです。で、そこは度合いがね、人によって違うんだけど、第一部はもう好きに出していいよと。ただ、ちゃんと併願校とかで、第三志望でも第四志望でも第五志望でもいいから、必ず受かるとこ受けなさいよっていう指導になる場合もあれば、国立大学のここ受けなさいみたいな、結構それこそ自称心的な感じじゃないですけど、もう押し付けちゃうっていう先生もいるわけですよね。
うん、だからそのロジックで考えてほしいんですよ。もしかしたら皆さんの先生はね、別に押し付けては来ないけどね、滑り止めっていちいちネチネチ言ってくるかもしれない。でもそれって別に不信感を抱く必要はなくて、あ、そっか、先生もね、浪人とかしたらもしかしたら面談しなきゃいけなかったりするかもしれないし、まああんまりね、その自分のクラスから大量に浪人生が出るっていうのもまあね、見た目良くないから、まあだから言ってんだなぐらいに思えれば、あ、そこの部分だけは話を半分にしてね、3分の1ぐらいで聞いといてね、じゃあもうちょっと別のところの話はね、真に受けておこうって、そういう風にどのポイントを大事に聞くかってことを聞き分けることができますよね。うん、そういう風に考えてほしいんです。ただそれがすごく行き過ぎてる先生とか行き過ぎてる学校だと、もう第一志望も第二志望も第三志望も俺が言った通りに受けろみたいな、そういうね、まあぶっちゃけパワハラまがいなこと言ってくる先生もいて、あ、この人はね、そしたら、あ、この人はもうそういう人だから話聞いちゃいかんなという風にこう思ったらいいんですよ。いいですか？うん、ね、一方じゃあ塾の場合はどうなのかってことなんですよ。で、塾の場合は基本的にそもそも皆さんからお金をいただいて何かしらのサービスを提供しています。まあ大概の場合はね、授業をしていたりとかね、例えばスケジュール管理とか勉強方針をしていたりとか、そういうことになるわけですよね。ということはそもそもお金をいただいています。つまりメリットがあります、僕らはね。つまり皆さん方とお付き合いをするね、お話しする、指導をさせてもらうメリットがあるんで、わざわざその人のね、害悪になるようなことを言うモチベーションっていうのはないわけです。ないんです。はい、いいですか？そこをまず知っておいてください。ただ一方でね、受かれば受かるほど塾の先生にメリットがあるんです。それはそうですよね。うちの校舎から何人東大生が出ましたとかね、総計何人受かりましたっていうのはぶっちゃけその校舎長の方のボーナスとか給料にストレートに響いてきます、はっきり言って。うん、もちろんまあちっちゃい塾とかだったらね、あんまりね、別に塾長さんのね給料が変わらないってあるかもしれないけど、まあ、それこそチェーンみたいな塾に行っててね、例えば世の中にね、何十校舎ってあるような塾だったら、ほぼ確実に合格実績とかね、あとはまあ生徒何人ぐらい集めたかとか、そういう実績というのが給料やボーナスに直接的に跳ね返ってくるんですよ。ということはですよ、比較的合格実績が出るような受け方をしてくれとか、そういうね、進路指導をしてくるわけです。例えばね、 A 大学と B 大学で迷ってましたね、 B 大学だったら取れるかもしれないけど A 大学はちょっときついなって思った時にね、塾として B 大学が結構ね数字として欲しいんだったら、いや、ここはね無難に B を受けた方がいいと思うよっていう風にアドバイスするしね、ぶっちゃけ B の数字なんてどうでもいいね、 A 大学がね、落ちる人がいたとしても数が欲しいって思えば A 大学を受けた方がいいっていうに決まってるんですよ。当たり前ですよね。それが大人のロジックなんです。で、汚いっていうかもしれないけれども、でもそうやって大人は動いてます。はっきり言うと。それを知っておかなきゃいけないんですよ。ね。と考えた時に、当然ね、そういう風に言われるわけです。皆さんは、その塾の先生から。ということは、ね、あ、この先生はもしかしたらこういう意味があって、ね、この大学を進めてるのかなってことに気づけるということなんですよ。たださらに言うとね、他にもありますよ。 A 大学 B 大学はまあいいと、どっちも好きな方を受けてくると、ただね、こっちもこっちも C も D も E も F も これも受けなさいみたいな指導をしてくるわけですよ。そういうことっていうのは結構あって、例えばよくありますよね、東大志望の子がいたらね、その東大志望の子がね、どんだけたくさん総計受けるかで総計の数っていうのは決まってきますから、まあそういうところでね、数字をこう増やしてる塾さんっていうのはぶっちゃけあるわけですよ。で、ましてや例えばね、もう一段下げたで理科大とか上智まで受けさせることによって数字を作ろうみたいなことをやってる塾さんっていうのも正直あります。はい、なので皆さんにとってね、どこを勧められたからこの塾は信用できて、どこを勧められたから信用できないっていうのはぶっちゃけ言えないんですよ。なんでかっていうと、心からね、そもそもメリットを享受してるんで、心からこの受験校がいいよって言ってるケースもあるからなんですよね。うん、だ、今言いました通り、僕も例えばね、うちの塾の東大志望の子に早慶だったらこの辺受けた方がいいよってアドバイス必ず毎年してます。はい、だけどじゃあ僕の本心として、じゃあ早慶の数をたくさん取りたいのかっていうと、別にそんなことはないわけですよね。だってそうですよね、僕1年間で何本動画出してると思いますね。普通に700本以上動画を出してるんですよ。だけどその700本出す動画の中で、うちの合格実績はこうですよって言ってる動画って10本にも満たないと思います。なんなら5本にも満たないと思うんですよね。それだけ別に僕は自分の塾を YouTube で宣伝してね、誰かに入ってもらおうって思ってますよ。思ってますね。僕らって大人ですから、そういう意図があってやってますけども、そんなに合格実績推しでやってないんですよ、うちは。わかりますよね。700本動画ね、700回皆さんにアピール
する機会があるのに5回しか言わなくて 1% も言ってないってことですからね。だから相当、まあ変なことしてるわけですよ。なのでそういう例えばね、塾であれば、あ、別にねこの人は合格実績どうこうじゃなくて、まあ、それなりに本気で考えて言ってくれてるんだなっていう風に捉えてもらえばいいし、逆に言えば別にその合格実績のためにね生徒の人生をねこう振り回す必要がないようなその仕組みを作れてるんだって理解してほしいんですよ。ね、だから実は僕うちなんかそうですよ。だからなんでそれが可能かっていうと、そもそもねそれなりに生徒数がもう今いただいて、でしかもその学費もねそれなりのものをいただいてますね。なので別に一つ一つのね受験校で、ね、必ずここ受けてよとかそういうことをいちいち言わなくても別に成り立つんです。はい。だからそれができるんですよ。ただやっぱりそのチェーンとかでね合格実績何人必達みたいな風にノルマみたいになっちゃってる塾とかだと、やっぱりそういうことを言われるっていうことなんですよね。うん。なのでそこはそのどこの大学を勧められたからこの先生は信じられる信じられないじゃなくて、その人間の後ろにある意図ってものをぜひ理解してほしいんですよね。まあ自分でね自分のことを信用できるっていうことほど怪しいことはないので全然疑ってもらってもいいんですけど、ただね例えば一般的に塾の先生に言ってね、さっき言ったように例えばね全然自分の志望校じゃないのにここを絶対受けろって言われたりとかね、学校の先生だったらさっき言ったようにね絶対ここ安全だから受けといてみたいなならわかるのに、塾の先生でそういうのどういうこととか、例えばねそれこそいやもうここ落ちたら浪人したいって言ってるのにいやダメだみたいなことを言ってくる場合って何なんだろうって考えてほしいんですよ。うん、それは本当に合格実績の数字だけ欲しいのか、いやそれとも本当にねその先生は自分のためを持って言ってくれてるのか、塾の場合っていうのはいろんなパターンがあると思いますし、学校の先生だってさっき言ったようにいろんなパターンがあるんですよね。で今日の話をね統合します。統合すると簡単に言えば一歩引いて考えてみようってことなんですよ。うんね、例えば、ね、大人から言われて、ね、親から言われた時に、ね、単純にそれを真に受けていいだの悪いだのっていうことを、まあ、高校生の頃って判断しがちなんです。ただそうじゃなくて一歩引いて、この大人ってなんでこういうこと言ってんの、結構俺のために思って言ってくれてんのかな、いやいやそんなことなくてこういうね意図があって言ってんじゃないかとかっていうのを批判的思考でぜひ考えてほしいんですよ。ね、別に大人全員が悪者じゃないですよ。悪者じゃないけど、ただね、何でもかんでも善意ね、本当にこうボランティアの心だけで全てが成り立ってるわけではないです。ね、あと僕だってさっき言ったようにそれなりにね生徒のためを思ってねアドバイスしてますけど、さっき言ったようにねそれがなんでできるかといったらそれだけのお金をいただいてるからですよね。うん、だからそれにお金が発生してなくてねアドバイスするだけこっちの時間の無駄だったらろくなアドバイス僕らだってできないですよ。うん、だからやっぱそれってどうしても世の中的にギバーの定義で成り立っているし、ね、なんならね、その皆さんは大人よりも場合によっては立場が弱いね、人間というかね、まあ受験生だからね、まだ未成年な方が多いでしょうしね、世の中のことも知らない方が多いでしょうから、やっぱ突き込まれる可能性もありますから、そう。だから、まあ、すべてを疑ってかかる必要はないけど、ただ一歩ね、引いて、この大人ってなんでこういうこと言ってんのかなってことをぜひ考えながら、学校や塾と付き合ってください。で、場合によってはね、まあ学校はなかなか変えられないけど、塾なんかは別に変えられるんでね、じゃあもうちょっとね、そのまともにね、サポートしてくれるところに変えようっていうのも、まあ、もちろんね、高3の今の時期はきついと思うけれども、高1、2世の方であればね、まあ検討の余地はあるんじゃないかなと思いますよ。うん。なので、まあぜひね、その、まあ今日この話をしましたから、まあ逆にね、こういうふうに、まあ一歩引いて考える癖をつけておけば、ね、後になってね、いや、この塾信用できなかったわ、もうやめなきゃとかってことじゃなくてね、まあまあまあ大人ってそういうもんだよね、分かってたよっていうふうに進んでいけると思いますから、ぜひね、その心持ちで取り組んでいただければというふうに思います。はい。というわけで本日の動画は以上です。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。